いよいよ来週からはプロレスの祭典、今年度の闘技を飾る81年全日本プロレス世界最強タッグ決定リーグ戦が開幕するわけですが、その前哨戦として今日対決する両チーム、スピリング東ホールドのテーマが流れています。3度目の優勝を狙いますプロレス界スーパースター、元世界ヘビー級チャンピオンチームザ・ファンク、ドリー・ファンクジュニア、ケリー・ファンクの兄弟チームが登場してまいります。松本のお客さんが大変な歓声で迎えます。さあどうでしょうか、カメラが、2人を捉えることができるでしょうか。花道は塞がれました、完全に塞がれました。松本のお客さんが殺到しています。今日対するチームはあの鋼鉄の野獣パワーコンビ、ブルーザーブロディ、ジミースヌーカー、ダブルメイベント60分の一本勝負で対戦いたします。さあリング上にテリーファンク、テキサスブロンコのテリーファンク、そして冷静沈着なドリーファンクジュニア、2人が登場いたしまして、このジャイアントシリーズ恒例になりましたラッキーコインをお客さんに放り投げています。このラッキーコインを手に入れた人は本当に幸運な方です。ジャイアントシリーズ各会場でテリーファンク、ドリーファンクジュニアが見せましたこのラッキーコインの投げ入れ、松本のお客さんが今焦りいたしました。日本テレビから花束がドリファンクジュニア、テリーファンクのお二人に送られましたが、今日対戦いたしますジミースヌーカー、ブルーザーブロディはまだやってきません。このブルーザーブロディ、ジミースヌーカーの二人は初の世界最強タッグに参加を果たしました。その世界最強タッグ決定リーグ戦でどんな暴れっぷりを見せるんでしょうか、非常に楽しみです。ブルーザーブロディ、ジミースヌーカーの二人、特にブルーザーブロディとリング上のドリーファンクジュニアとはインターナショナルヘビー級の王座をめぐって本当にすごい戦いを展開いたしました。ドリーファンクジュニアはインターナショナル王座奪還に成功いたしました。さてブルーザーブロディがご覧のように2メートルのチェーンをまた手にいたしました。お客さんの席に割って入ります。竹内さん、はい、世界最強タッグ決定リーグ戦の前哨戦、60分の一本勝負ですが、まあ本当にこの一戦どういう風に予想されますか。しかしですね、やっぱり最初からやっぱりブロディの超パワーがですね、パンツをちょっと走ってる感じですね。なるほどね。さあ今ブルーザーブロディがやっとリングの中に入りました。今中田リングアナウンサーがリングの外で4人の選手の名前を告げました。これよりダブルメイベントの一つ、60分日本勝負、ドリーファンクジュニア、テリーファンク組対ブルーザーブロディ、ジミースヌーカー組の対戦が行われます。世界最強タッグ決定リーグ戦の前哨戦、この両チームは最終の蔵前決戦で顔が合いますね。ですからまあ総当たりですからね、決勝戦ってことはないわけですけども、おそらく優勝最終大事な一番というのはやっぱりこのカードになってくるでしょうね。当然それまで両チームとも7戦を消化するわけなんですが、どういった星を手にいたしまして最終で顔を合わせるか非常に楽しみですね。ここがやっぱり一番の大きなポイントでしょうね。さあレフリーの城樋口が再三このブルーザーブロディの右手のチェーンを取ろうというんですが、なかなか応じません。ザ・ファンクスの2人はリングの外、どうやらテリー・ファンク、ドリー・ファンクジュニアがもうブルーザーブロディのチェーンを取らなければ対戦しないというふうに言ってますね。そういう表情してますね。まあ、インターナショナルヘビー級の王座をめぐりまして、ドリーファンクジュニアとブルーザーブロディは再三流血の一戦を行いまして、後楽園ホールでやっと反則勝ちでありますが、ドリーファンクジュニアが王座につきましたね。しかしあのドリーの勝ちもですね、本当にかろうじての勝利という感じだったですね。あの時もこのドリーファンクジュニアをブルーザーブロディはチェーンで鉄柱に縛りつけました。4人の動きを見ていますと、どうですか、ジミー・スヌーカーの仕上がり具合がいいですね。それとですね、やっぱりファンクスというのは名だたるタッグチームの連携がうまいわけですね。しかしブロディ・スヌーカーはですね、ある意味においては即席のタッグチームですね、はい、しかしですね、そのファンクスを上回るやっぱりチームワークの良さを持ってますよね、はい、そういえばですね、最近プロレス関係の記者の間でですね、世界最強タッグ決定リーグ戦の優勝の行方を占うと、今やひょっとすると本命ではないかというふうに、このブロディ・スヌーカー組を挙げる記者の方が多いですね。もうそこまで来てますね。充実したタッグワークが起こります。ブルーザーブロディ、ジミー・スヌーカー、台風の目、野獣コンビの2人、
ブルーザーブロディが入ってきた。ロープに飛ばしたジュニア、ドリーマンクジュニアが投げようとする。これは投げられません、投げられません。ブルーザーブロディを投げようとするドリーファンクジュニアでしたが、相手は何しろ140キロ、198センチ、2メートル近い。しかし反対にドリーファンクジュニアがブルーザーブロディを片手で抱え上げてボディスラム。呼吸一つ乱れません。ブルーザーブロディ余裕があります。膝を落とした。この辺のパワフルな攻撃、高橋さん、専門家の目から見てどうですか？ともかくですね、ブロディに表情を見ててほしいんですけどね、全く表情を変えませんよね。変わりませんね。一方ですね、やっぱりあのドリーとテリーがですね、やっぱりこのブロディを相手にするときってのは、やっぱり非常にやっぱり表情がですね、大きく変わっていきますよね。なるほど。当然この元エンダーベレーの世界ヘビー級チャンピオン、兄弟チームのドリファンクジュニアにしてもテリーファンクにしても、自分が得意とするレスリングで勝負をしたいというふうに思ってるんでしょうね。しかしそれがですね、やっぱりこのブロディの超パワーの前にはですね、一歩通じない面があるんでしょうね、はい。さあザ・ファンクス、デュプラトンの攻撃だ。ダブルエルボーを見せました。しかしブルーザーブロディは倒れない、ブルーザーブロディは倒れない。山のように立ちはだかります。トゥープラトンのザ・ファンクスの攻撃も倒れませんね。あれでも刺して表情が変わってませんよね、まさに恐るべき鋼鉄野獣パワーを発揮いたしますブルーザーブロディ。ロープに飛んだのがテリーファンク、体当たりだ。おっと、両選手とも倒れません。火花が散ります。リング上ブルーザーブロディ、この表情からしますとテリーファンクなかなかやるなというような、そんな余裕の表情でしたね。やっぱりテリーもですね、こういう場面になってやっぱりガッツ発揮しますよね、はい。テキサスブランコテリーファンク、さあもう一回体当たり。おっと、両選手ともキャンバスに足をグーッと踏ん張りました、なかなか両選手とも意地のぶつかり合い。サイドのヘッドロック、もう一回ロープに飛ばそうかという構えを見せました。ブルーザーブロディ、テリーファンクがロープに飛んだ。もう一回、いやこれはいきません。フェントモーションから両足を取った。198センチのブルーザーブロディがなかなか倒れない、なかなか倒れません。逆にチョップ落とした。いやー、ペチさんも本当びっくりしますね。しかしテリーがですね、足を取ったまではやっぱりテリーのうまさですよ、その後はですね、完全にやっぱりブロディのパワーのうまさですね。なるほどね。ブルーザーブロディの仕上がりも非常に、サイドのヘッドロック、ジミー・スヌーカーが入ってまいりました。世界チャンピオン、元世界チャンピオンのテリーファンクに攻撃を仕掛けます。このブルーザーブロディ、ジミー・スヌーカーはですね、ジャイアントシリーズ即席のタッグチームを作ってインタータッグに挑戦してきましたけれども、今やもう完全にもうチームのコンビネーションが出来上がったというふうに見ていいですね。これはですね、ブロディ・スヌーカー、お互いがですね、それぞれこれほどやっぱりいいパートナーって恵まれたことなかったんでしょうね。なるほどね。このブルーザーブロディ、ジミー・スヌーカーは札幌大会でババツルータと公式戦がありますね。これもやっぱ楽しみな一戦ですね、はい。尾てい骨割りを見せます。アトミックドロップ、テリーファンク、エルボーを正面から落とした。これではまだジミー・スヌーカーは払いのけるでしょう。余裕があります、余裕があります。一方のザ・ファンクス公式戦、開幕では新上田組、伊沢大会で小塚大鎌組、浜松はシークルーイン組、高知で天竜原組、秋田で馬場鶴田組、札幌でレイスヘリング組ですね。やはりですね、ファンクスもやっぱり馬場鶴田組と同様に後半にですね、やっぱり大きな山が控えてますね、はい。帯広でらしくクラップ組、そして蔵前の最終の優勝戦ではブロディ・スヌーカー組、このリング上のチームと対決です。ブルーザーブロディ、ジミー・スヌーカー組は前半はスペシャルドリームマッチが多くて、後半から公式戦があります。大津でラシッククラップ組、大阪でレースヘリング組、宮崎で天竜原組、熊本でシークルーイン組、札幌で馬場鶴田組、旭川で新上田組、横須賀で小鹿大鎌組、蔵前の優勝戦でザ・ファンクスとの公式戦があります。いよいよ81年の世界最強タッグ決定リーグ戦も来週からその幕を切って落とします。公式戦参加9チーム総当たりリーグ戦全36戦、勝ちますと得点が2、時間切れの引き分けが得点が1、リングアウト、それから負けは得点がもちろんありません。45分の一本勝負。サイドのヘッドロック、ジミー・スヌーカー、ドリーファンクジュニアに見せた。ジミー・スヌーカーがロープに飛んで体当たり、ジュニアが倒れた。さあサイドのヘッドロック、ジミー・スヌーカー、ロープに飛んだ。さあなんだ、
コブラツイストに入りました。コブラツイストに入りました。リングのちょうど中央、ロープに遠いリングにちょうど中央であります。さあブレイザーブロディが入ろうとする、このコブラツイストはどうですか。決まっている位置とですね、形はいいんですけど、果たしてこのスヌカのようなですね筋肉タイプに果たしてこの技がどの程度通じるかちょっと疑問ですね。なるほどね。褐色のアポロの意味を取ります。ジミースヌーカーの筋肉がぐーっとシワが寄っております。腰に乗せて投げました。ジミースヌーカー自軍のコーナーに持っていく。この辺のコンビネーションいいですね。もうファンクスのやっぱりコンビネーションを上回ってますね、今まで見てる限りではどうですか。上回ってますね。完全に上回ってますね。完全に元世界チャンピオンチームのザ・ファンクスのお株を奪っています。ブルーザーブロディジミースヌーカー組ニュートラルコーナーを背に立ちました。ブルーザーブロディ今度は体を入れ替える。ドリファンクジュニア、このザ・ファンクスはですね開幕でいきなり新上田組との対決があるんですが、これはどういうふうに見ます。まあ、これはですね新上田組のペースに乗ってですね、両者リングアウトのようなケースになりますとですね、後の優勝争いに非常に大きく響いてくると思いますね。はい、まあ、どちらかが得点2を上げますとそのままもう優勝戦線に残れるような勝ちっぷりをするんではないかというふうに予想してもいいんじゃないですか。まあ、当然ファンクスは2点上げたいところですけど、逆にですね新上田組に2点もぎ取られますとね、これはファンクスにとってはやっぱり非常に手痛いやっぱりいっぱいになるでしょうね。ファンクス V3 に赤信号になりますよね。もう早くも開幕戦から赤信号になりますね。さあ赤い鉄柱テリーファンクが捕まっている。ジミースヌーカーが攻撃を加えます。さあ今やっとドリーマンキジュニアがリングの中に戻ろうとする。ブルーザーブロディの大きな足キック攻撃を見せました。ドリーマンキジュニアがロープに飛んだ。ドロップキック140キロ198センチ、ブルーザーブロディのドロップキック。この破壊力どう見ました。私あの巨体で全く助走をつけないわけですからね、恐らくやっぱ跳躍力ですよね。はい、そして今ナックルパンチ、パンチ攻撃を見せました。さあもう一回いった、怒りの鉄拳ブルーザーブロディの攻撃だ。さあジュニアが危ない、ドリーファンクジュニアが危ない。やっとの思いでドリーファンクジュニアがブルーザーブロディを払いました。さあジミースヌーカーにいいところで渡した。本当に素晴らしいコンビネーションを見せます。世界最強タッグ決定リーグ戦の前哨戦、さあ後楽園ホールで痛めたその絆創膏が取れるような体勢にあります。絆創膏が半分剥がれました。いやあの痛めた傷口、また攻撃目標に絞られてきたようであります。もう完全にドリファンクジュニアただ一人で対戦している感じになりましたね。完全にドリが捕まっちゃってますね。さあブルーザーブロディが呼吸を明かしてブレンバスターの体勢、ゆっくりと決まった。ブルーザーブロディのパワーが発揮されました。ブレンバスタードリファンクジュニアが危ない。ドリーファンクジュニア必死の思いでブルーザーブロディのカバーを払いのけました。さあロープに飛んで反応、うわこれはどうですか。傷口を狙ってますね。いいですね。トーキックが傷口に入ってる。どうでしょうか。ドリーファンクジュニアの傷口がまた割れたようですね。どうやドリーファンクジュニアの傷口がまた割れたようであります。そして赤い血が流れます。赤い血が流れました。ジミースヌーカーがカバーに入ります。この豪徹野獣パワーコンビのコンビネーションが素晴らしい。世界最強タッグ決定リーグ戦の前哨戦、もう完全に両チームはですね公式戦を意識してこの前哨戦戦ってるんでしょうね。もう完全に公式戦を頭に置いてるでしょうね。やはり公式戦もこの兄弟のタッグワークを寸断する作戦がどうでしょう、見られそうですね。もう今日の試合展開を見ている限りにおいてはですね、ファンクス完全にやっぱチームワーク分断されてますよね。そうですよね。テリーファンクが出てこれません。安全にこのドリーファンクジュニアが捕まっている。ドリーファンクジュニアが捕まっている。流血はおびただしくなってまいりました。流血はおびただしくなってまいりました。元世界チャンピオンのドリーファンクジュニア、さあ空手チョップを落とします。ブルーザーブロディの空手チョップを落としました。あの白いバンテージの中なんか気にしてますね。何かちょっと気にしてるようですね。ひょっとしてなんか入れてるような感じもありますか。さあ流血おびただしいドリーバンクジュニアがエルボースマッシュ、エルボースマッシュを見せました。トーキック、ブルーザーブロディのトーキック逆水平、全く今のところブルーザーブロディはひるみません。
ブレザーブロディひるんだシーンは一回もありませんね。ないですね。ひるんだと見せかけてもすぐ反撃出ますから ね、 ね。さあファンクスのコーナーではテリーファンクスが何としてもタッチをしたい、そういうふうに右手を差し伸べているんですが、ドリファンクジュニアとタッチはできません。ドリファンクとジュニアとはタッチできません。テリーファンクの表情はもう本当に悲しい表情、悲鳴を出しています。テリーファンクカモンジュニアという声が放送席まで聞こえます。さあどうだ、まだタッチができない、まだタッチができない。ジミー・スヌーカーが後ろを抑えるが、さあこのタッチは認められました、このタッチは認められました。テリーファンクがパンチ攻撃、テリーファンクがパンチ攻撃、左フック、もう一回今度は脳天にストレートを落としました。テリーファンク、ジミー・スヌーカーがリングの外番を持して、テリーファンクが入ってまいりました。赤い鉄柱、赤い鉄柱、ジミー・スヌーカーの死体を持っていきました。今度はブルーザーブロディをもう一方の赤い鉄柱に持っていく、ブルーザーブロディを赤い鉄柱に持っていきました、テリーファンク。さあこれで、どうでしょうか、ジミー・スヌーカーが流血、ブロディも割れてるようですね。ブロディも割れました。前哨戦は4人の選手が流血、4人の選手が流血、いやこの4人の流血の中ではジミー・スヌーカーが一番すごい。ジミー・スヌーカーの顔面は滝のように血が流れています。ジミー・スヌーカーの流血がすごい。ブルーザー・ブロディが一度持って今客席に割って入った。4人の選手が流血いたしました。荒れた前哨戦になりました、荒れた前哨戦。武井さん、ブルーザーブロディ、それからジミー・スヌーカーの流血すごいですね。特にやっぱりスヌーカーの流血強いですね。バックを取ってカウントが入る、カウント2、これは不十分、ドロップキック、ドリーファンクジュニアのドロップキック、背中のあたりにジミー・スヌーカーが膝を打ち当てました。4人の選手はおびただしい流血です、おびただしい流血。81年世界最強タッグ決定リーグ戦の前哨戦、この両チームは蔵前の最終戦で激突いたします。青い鉄柱に持っていく、青い鉄柱に持っていく。さあリングの中、リングの中はテリーファンクがブルーザーブロディに攻撃を加えた。テリーファンクとジミー・スヌーカーが体当たりドロップキック、テリーファンクジュニアにドロップキック、ブルーザーブロディものすごい形相になりました、ブレイザーブロディ。さあここでレフリーのジョー樋口が、レフリーのジョー樋口が、本部席にゴングを要請いたしまして、ゴングが鳴りました、ゴングが一発鳴りました。今正式なコールがありました、両チームカウントアウトということになりましたね。両軍リングアウトですね、引き分けですね。前哨戦は引き分けになりました、前哨戦は決着がつきません。ブレーザーブロディ、ジミー・スヌーカー組対ザ・ファンクスの一戦は両チーム引き分け、リングアウトの引き分けになりました。椅子を持っての攻撃、ブレーザーブロディ、テリー・ファンクの脳天に椅子攻撃、ブレーザーブロディ。さあどうだ、放送席にやってきた、放送席にジミー・スヌーカー、そしてドリーファンクジュニアがやってまいりました。試合の決着はつきません、試合の決着はつきません。両チーム引き分けという形で終わりましたが、さあ前哨戦のこの一戦を見る限り、武井さんはどういう風に評価なさいますか。やはりですね、最強タッグ優勝候補の本命はですね、ブロディスヌーカーあげたいですね。武井さんは本命にブロディスヌーカー組ですか。ブロディスヌーカー組ですね、まあ、今日の一戦を見る限り、さあファンクスをしのいでましたね、完全にしのいでましたね、内容的にはもし判定をつけるならばブロディスヌーカー組がどうでしょうか。 6-4 で判定勝ちですね。判定勝ちですか。ブルーザーブロディ、ジミー・スヌーカー組、もし判定をつけるならば武井さんは 6-4 でザ・ファンクスに勝っているという内容を評価されました。完全に世界最強タッグ決定リーグ戦、本命に名乗り出ましたブルーザーブロディ、ジミー・スヌーカー組。さあこうなりますとですね、 V3 を狙っていますザ・ファンクスはどうでしょうか、なりますか。もうこれはですね、開幕のともかく新上田戦からですね、慎重に慎重を重ねてやっぱ戦い抜くことですね。V3 今のところちょっと険しくなってきたというような感じもありますね。まあ、このブロディスヌーカーの仕上がり具合を見てですね、パンツの V3 はちょっとやっぱり赤信号ともに始めてますね、はい、いよいよ来週からは世界最強タッグ決定リーグ戦が幕を開けます。